セームレイヤーですね。トップを中心にまずレイヤーでガイドを作ります。で、顔周りのデザインとかは後で決めるので、顔周りはちょっと長さを残しつつ放射状に、なんで顔周りはちょっと後ろに引いて、長さを残して、レイヤーを入れていきます。で、ここからは、レザーを使ってこのトップでさっき言ったガイドも、見ながら、ね、こうレザーで上から切っていきます。あのレザーはやっぱり下からこう切ると、やっぱりカットって下から切ると重くなるんですけど、まあ、上からこう削り出していくようなイメージで切っていきますね。で、まあ、両あのこっちのサイドもレイヤーを入れていきます。で、先ほども言ったんですけど、顔周りのデザインとか後で、作ってきたので、まずちょっと長めに残しておきますね。で、ちょっと前下がりになるようにちょっとレイヤーを入れていきます。で、次はちょっとミドルセクションね。で、ミドルセクションはちょっとステムの角度をちょっと下げて切っていきます。そうするとショートでもなんかこう丸みが出て、あのフォルムが骨格が綺麗に見えるので、まあ、前下がりのショートレイヤーっていうのをまず切りますね。はい。で、逆サイドも同様に、で削り出すようなイメージで、で前のガイドは切らないで、ね、こうやって切っていきます。はい。これでね、ガイドが、ガイドじゃない、これでレイヤーが、でちょっと短めにね。で、ここの毛はね、切らないで、こう 中を切ります、まず。こうやって中を切って、中を切った上に、これがかぶさるようなイメージでやると、ちょっとまあダブルバングみたいな感じですかね。そうすると、ちょっと色っぽい感じにもなるので、こういうふうに。で、ここの毛をどれぐらい残すかはちょっとね、後で決めるので、ここはまた切らないで置いておきます。ちょっと厚みが残ってるんで、その厚みをまず取る感じで、この耳下はすっきり切り込みますね、これ。で、その時に、まあ、こういうなんかこう余り毛みたいなのもちょっと置いといた方がデザイン的にこう遊びが出るので、基本的にやっぱり丸くなりやすい髪質なんで、ちょっとこう余ったこう遊びの毛っていうのを大事にしたいんで、あえてまあ切り残しみたいな毛はちょっと残したりして、最終的にそこで、デザインをしていきます。ね、こういうとこ、こういう毛とかを残しとくと、まあ、なんか短く切ってもなんか短く見えすぎないっていうね。やっぱりショートの印象って、やっぱ耳がやっぱある程度出るっていうのがね、まあ、ショートの定義だと思うんですけど、まあ、耳出しつつもちょっとなんかこう顔周りの動きとかも残したいので、このレザーカットを使って、まあ、レイヤーを入れるんですけど、まあ、こういうちょっとね、レーザーで切るとこういう余りの毛が出るんで、これがね、やっぱりこうニュアンスとか色気を出してくれるんで、まあ、少しだけ、ステムの角度を上げて、ね、ちょっと切っていきます。はい。じゃあこちらも同様に、基本的に切り込みすぎないというか、少し余らして後で調整するっていう切り方を僕は結構やるので、そうするとなんかなんていうのか、切り残しっていうのが意外と可愛い動きをしてくれるので、あえてきっちり切りすぎないっていうのを心がけてやってます。で、これがね、レザーカットの良さなんで。それでここですね、こういう毛がね、やっぱ可愛い表情を生むので、ちょっとここもあとはこのかかり具合ですよね、どれぐらいかけるか。
これは切らないでいいかな。じゃあ逆にあえて切らない、切らない毛はちょっと置いといて、そうすることにより、フェイスラインの、要は丸くなりやすい髪質に対して少しこうスッとした印象を与えられると思うので、まずこれはベースですね。でこれで乾かして、癖を見ながらちょっと今度切っていきます。まあ、癖を一回見ながら、切ったりしたいんで、スタイリング剤、まあ、カルーワックスをつけて、あの仕上がりをなんか想定してというか想像しながら切りやすいようにまず一回こうやってつけて、で自然乾燥します。鉢の部分ショートにすると、まあ、あの、まあ、パーマとかかかってるちょっと丸くなりやすいんで、この鉢のあたりをねちょっとすっきりしていきたいと。もうこの鉢の張ってある部分ですよね。でそこのそこをちょっとレザーを使ってちょっと毛量を調整していきますね。でこうやってで、やっぱ丸みの原因ってやっぱこの耳の上の毛も丸みの原因なので、やっぱこの耳の上も少し取っていきますと。そうすると前から見ると分かるけど、 この辺はすっきりねしていきます。まあ、こういう、 こう角もあんまり丸いと頭が大きく見えるんで、やっぱりこういうとことかも結構すっきりさせたいので、同様に、ね、このちょっと斜めに取ってこの辺ですね、この辺をちょっとすっきりさせる。そうするとここが締まるんで、ここがね出て見えるんですよね。よいしょ。で同様にね、この耳の後ろも結構たまりやすいので、ここもすっきりね、ちょっといらないところを取ってね。で、あのさっき余らした遊びのあるこういう毛はもう本当最後の最後で、まあ、切るか切らないかちょっと決めて。とりあえずまず一回こうベース、頭の形を良くするってことをやります。でやっぱこうおでこもすごい広いわけじゃないので、こういうちょっと狭めの人はちょっとなんかこの辺はもうなくしちゃってもいいか。そうするとすごい奥行きが出て見えるので、よりなんかそのこの長いデザインが生きるようになります。やっぱりね、こうどんどん、頭の形を修正してカットしていくと、やっぱり気になるところが目立ってくるん でそれをあのまたどんどん詰めていくっていうね。基本的になんか気になるところを消していけば最終的にフィットする髪型になるの でこうやってこの辺がタイトになってくると今度やっぱ前髪が今度重くなるでしょ。重い印象になっちゃうから、まあ、でここはちょっとだけ少し隙間を作って、そうすると よりこう隙間ができたことにより、なんかここの重みがなくなる。じゃあ濡れた状態に、ワックスとちょっとオイルね、まあオイル多めでいいですかね、それを、まあ、全体になじませる。こうやってでやっぱこういうところにもちゃんとね、こういうところもちゃんとつけて、でこれをまあ、形を整えていくんですけど、基本動かすスタイルでもやっぱり締めるとこ締めなきゃいけないんで、例えば前髪とかね、前髪とかあとこういう毛とか、まあ、こういうところは一回コーミングをして一回こう収めますね。アウトラインのことを収めます。まずで上は自然に動かしていいんですけど、でそこからですよね、そこから動かすんだったらもう一回動かす、一回やっぱタイトに収めてからね、その方があのコンパクトなフォルムになるんでね。
でちょっと残りのパンも生かして表面も少しつまんで動きを形を整えて自然乾燥です。で終わりです。